どうもオリオンです。今回の雑学はこちら、手の爪が足の爪より早く伸びるのはなぜか。手の爪が足の爪より早く伸びますよね。例えなんですが、剥がれた爪が元の長さに戻るまでには手の爪で4ヶ月から6ヶ月、足の爪で、はい、9ヶ月から12ヶ月かかるんです。その理由なんですが、まずはですね、普段から足先に比べ手の指を使う機会が多いため、足の爪は手の爪より怪我が少なく刺激が少なくなっていると。また足の爪は伸びても役には立たないが、手の爪は何かを剥がしたり剥いたりといろいろと役に立つと。なので早く伸びる。そして足の爪は靴下や靴で隠れてるため、日光にですね、触れる機会が少ないと。はい、なのでですね、そして足は手に比べ血液の循環が良くない。はい、まあ、これらの理由があってのことなんですね。はい。